すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、またまた今年オープンの新星が現れました。こちらです。どん。 JR 三鷹駅から徒歩4分くらいのところにありますラーメンすこやかさんにお邪魔してます。今年の4月にオープンして、すでに少し話題になっているお店ですね。この間とあるラーメン屋さんに行った時もこちらのすこやかさんをおすすめされたということで、今日も元気にすこやかにすすっていきたいと思います。レッツゴー。さあ、ラーメンすこやかさん、ショーケースです。今回は左上の特製ラーメンに炊き込みご飯もプッシュしました。最近グルメ雑誌の取材も受けたらしく、注目のお店だなと思って待ってるだよ。こちらがラーメンすこやかさんの特製ラーメンと炊き込みご飯です。綺麗な醤油色をしたスープにドーンと鎮座するレアチャーシュー、そして具材たっぷりな炊き込みご飯もいいぞってことで、いただきます。ではまずスープを一口ぬふぁーん。鶏の出汁に本日の素材の深み、そこに濃い口醤油が追い打ちをかけるように脳天直撃な美味しさをもたらしてくれる。ビバハンビナース、バーナハンビナース。さあ、お次はもう麺いきましょう。自家製麺の中細麺をすする。ふねー。硬すぎないけど表面はパツパツ、歯ごたえを感じつつも中はもっちりな、今まで味わったことのないうまさ。やめる時も健やかなる時もこの麺をすすり続けることを誓います。ではここで一旦麺も食らって、レアチャーシューの上にいたトリュフソースを溶かしてすすってみれば、スープが香り豊かになり、さらに麺のうまさも引き立つという新しくもかっこいいうまさに大変身。こりゃすごいっす。それではそろそろレアチャーシュー。結構な大きさですが一口で頬張ってみると、ムヘーン。しっかり柔らかく、そして少し残ったトリュフソースの香りが高級感をもたらしてくれるザマス。さあ続けてこちらは鶏チャーシュー。分厚めで食べ応えもありながら、ブリンブリンな柔らかさでしっとりジューシー。レアチャーシューと甲乙つけがたいナイスさですね。さてもう麺もほぼほぼすすり切ってしまったので、いよいよ炊き込みご飯いっちゃいましょう。パクリと食らってみるとペピーン。こちらにも本日の素材が使われていて、濃いめに炊かれた味付けはもうマックス本日の。さらにスープと一緒に味わうことで、より濃厚に貝出汁の旨味を感じられ、ラストになんかニヤニヤしつつトロトロな味玉を食らって、炊き込みご飯をかき込みご飯しまくったら本日も完食です。大変美味しくすれました。段違いな麺のうまさと貝出汁の深みが印象的な一杯でした。それではごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。いやー、すこやかさんに行ってきたんですけれども、美味しかったですね。貝のスープってやっぱり僕は好きですね。鶏と貝がしっかり出たスープにほんのり甘みも感じる醤油だれがしっかりマッチしていて、すごくバランスのいいスープでしたね。思わずちょっと全部飲んでしまいましたね。ちょっと自家製麺というあの麺もかなり美味しかったですね。硬すぎないんですけど、こうパツパツとすごく歯切れのいい食感で、食べててこう楽しかったですね。なんか炊き込みご飯も美味しかったですね。スープと一緒に食べると貝の旨味をさらにこう感じることができて、ぜひスープと一緒にね、炊き込みご飯も味わうことをお勧めします。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンすこやかさん、健やかに育ったすするの大きな体や。はい、起動します。すするの健康診断。というわけで早速体重測定の方もやっちゃいましょう。今週はね、東北も行ったりしてラーメン以外のものも、まあ、割と食べ、ええマジやば、ええいやー、ゴリゴリ増えてましたね。やってないぜ、まだやってないぜ。いや、さすがにヤバすぎるだろこれは。やっぱり出張が多かったりすると、どうしてもそのご当地のものを食べたりしてないと太ってしまいますね。また次回。一時期よりは、そうですね、一時期よりは、はい。